モーニングルーティーン、起きてすぐにお茶を飲む。お水は1日に 1.5 リットル飲んでるんですけど、スポーツパフォーマンスウォーターリセラって言って、低分子クラスター浸透水、水の粒子が細かくて体にすぐに水分が浸透する浄水型ポットになってて、水道水入れたら勝手にろ過してくれて、このまま冷蔵庫に保存ができるという優れものです。ジムに持っていってるやつは小型のやつで、同じ成分なんですけど、水道水入れたらここがハードリッチになってて、低分子クラスター浸透水がこれはいつも持っていてみて、水分をしっかりとって体の血流を良くする。本当に私がマジでやってることなんで、基本玄米食なんですけど、発芽玄米を炊いたり、発芽玄米のおかゆを炊いてます。夜寝る前にセットして、5時間で発芽勝手にしてくれて、朝起きたら発芽玄米が炊けてるって。発芽玄米です。ライカレルっていう炊飯器を使ってます。玄米と発芽玄米何が違うかというと、栄養価が全然違います。お弁当にも今日は使うので、ここに入れます。私の知る限り、発芽玄米のおかゆまでできる炊飯器はまあないです。お弁当に詰めた後は1食分ずつ。これで4合、ニトリの野菜のね、保存箱みたいな。水が下に溜まるようになってて、水分が下に落ちてフレッシュな状態で野菜を保ってくれるんで、そこにいつも野菜を入れてるんですけど、洗って、だいたい朝はこれをしながら300、400ぐらいのお水は飲んでるかな。で、お味噌汁。味噌汁はシリカの出汁っていうのを使ってます。5種類の天然成分とお塩が入ってないです。お出汁にシリカが含まれてる。うまみ酒バッツ、よいしょ。完成。いつもやってるのはお粥を炊くこと。生きてる玄米1合、 0.5、セットして発芽玄米のおかゆって選べるんですけど、このまま炊飯したら5時間後に発芽玄米のおかゆが炊けてます。予約炊飯もできるので17時に炊けるようにセットします。これでお仕事から帰ってきたら発芽玄米のおかゆが炊けてる。味噌汁、さあ食べよう。おかゆが炊けました。こんな感じ。